ファンディング希望額は470万円。提案するのは、禅を取り入れた新しいフィットネス事業の拡大。中盤戦、虎との攻防が白熱する。タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。令和の虎ファンクラブ。YouTube では流せないあんな話やこんな企画も、オフ会も定期開催。もっと深く交流しましょう。詳しくは概要欄から。全フィットネスのなんか魅力をもっと分かりやすく知りたいんですけど。フリーランスの王が志願者のいかなる野望も嗅ぎ分ける。ストックさん株式会社代表株元勇気、年商5億、弱冠28歳、数千人のフリーランス集団を統括する若き野心家は今宵志願者へ手を差し伸べるのか、あるいは獰猛に喉元をかっ切るのか。説明してもらえませんか。はい。例えば今ちょっと軽く目半目にしていただいて、呼吸ちょっとやっていただいてもよろしいですか。もう本当に目閉じるか閉じないかぐらいで、で息をもう深呼吸だけでいいです。難しいことなしで。はい、大丈夫です。これで、すみません、どんな、これ何って感じか、なんか無になれたとか無になれないとか、なんか感想ってございますか。特になかったんですけど。あ、特にないです、はい、あ、ちなみにどうですか。いや、半目にして息吸ってるなって感じです、ね、ああ、そうですちなみにどうですか。いや、僕もこれ何って感じです。ああ、そうです、ありがとうございます。いや、無になれました。合ってるかな、この回答が。てか、すみません、じゃあ科学的なところじゃなくて本質的なところで言うと、これをまずお伝えしたいっていうのがありまして、別に座禅をしようがしまいが、感想は人それぞれで、あの無にも慣れる人もいれば慣れない人もいるというだけっていうところで、ちょっと本質なところで抽象度が高いんですけども、そういうところが本質的なところで、対話としてカウンセリングとしてっていう意味合いで、まず座禅というところにやると、伝えたいところで、あと科学的に言うと、やっぱり今のをちょっと長くすると、実際腹式呼吸でやるとセロトニンとか、ああいう科学的なところで本当にリラックスできるっていう効果は建前上本当にあるんですよね。でそれとフィットネスを次挟むと、ちゃんと集中力がアップした状態でフィットネスができる。で最後座禅で締めるとまたリラックスして帰れるという、分かりやすい、あ、気持ちよかったっていうのはあるんですけども、そこは本質じゃなくてですね、本質とすると実際どうでしたかって、人それぞれやっぱり違ったり、あと一緒にこうやってなぜかこうやってスーッてやると、なんかみんなで一緒にして、なんかちょっと仲良くなった気とか、ちょっと、あ、それはしないですよね。いや、一体感ありましたね。あ、まあ、すみません、まあ、そういう方もいればそういう方もいないと思うんですけどもあ、じゃあつまり、はい、それぞれやってみてもらって、感想を言ってもらって、それに対してまた答えがあって、こう問答していくっていう、あ、それでなんかルートが変わっていくみたいな、そんな感じなんですか。あ、その感覚、それもお客さん同士でもやっていただいて、うんうん、何でもいいんだよっていうことが最悪は伝わればいいっていう、うん、でもあんまり株元社長は納得してないんで、うまく、あ、そうですね。いや、僕は実は結構興味持ってて、はい、ありがとうございます。なんでかっていうと、伊藤さんが営業実績があるっていうので、はい、まあ多分商材は何でも多分売れるんですよ、はい、でその中で今回禅のフィットネスっていう商材を売ろうとしてるわけじゃないですか、はい、だからこの商材がいいか悪いかで、よかったら絶対売れるんですよ、はい、なんでその商材の良し悪しを最後判断させてほしいっていう意味なんで。あ、分かりました。で僕とみたいな、なんか全然知らない人でも、うん、あ、なるほどって思えたら、はい、多分売れると思うんで。分かりました、はい、じゃあもう一点だけよろしいですか、はい、全てはもう本当に良し悪しじゃなくて、バランスのことだとすごい感じてる部分がありまして、頭に偏ってしまう時とか、悩み事と考えてる時があって、雑念なくしたいと思ったら、余計なくならないとか、まず頭でやってもらって、苦しい状態でフィットネスすると体に戻せるので、まあ、今ここと言いますか、頭が体に戻る、両方やると中庸と言いますか、真ん中に戻れる
っていうのを、いろんなか、それを 毎回毎週でも経験していくと、自分でそうなってる時を日常でも気づけるようになってくるっていうメソッドをやりたいです。じゃつまり考えすぎて頭がなんかパンクしそうだなっていう時に、それをなんか調整する方法があるみたいな、はい、調整する方法があるのプラス、それに気づ、ただ気づくだけでいいという。なるほど。ちょっと仕事セーブしなきゃなとかが気づけるみたいな。そうですね、あ、頭に偏ってるなっていうのを気づく。ほう、それだけでいいわけですね。はい、なるほど。だからどういう人が行くかなんですよ。要は、はい、禅のフィットネスっていうのはまだ今一般的じゃないじゃないですか、はい、ってことはこれを広めていかなきゃいけないんですよね、はい、その時に禅のフィットネスはどういう人がターゲットで、はい、どういう課題を持っている人にぴったりなんですっていう説明がキャッチーで分かるようにしないと、新規のお客さんってこれから来ないんですよ、はい、そこの説明が今その禅の深いところを話していただいているのはすごいありがたいんですけど、はい、新規の人は誰が何目的で行くのかっていうのを、はい、説明できるようにしないといけないのかなと思うんですよ。ああ、そうです、うん、はい、そこがあのどういう人に来てほしいんですかっていうところですね。ああ、うん、かっこいい体になりたい人ですね。で、理由としては結果的に、あ、心のバランスも取れるようになったっていうところでいいので、つかみはかっこいい体になりたい人です。じゃあかっこいい体になりたい人、これはいいと思うんですけど、はい、じゃあ次かっこいい体になりたい人って普通のフィットネスサロンが競合になるわけですよね、はい、そっちと比べてどういう差別化をしていきますか。はかっこいい体になるプラス自分のモチベーションのコントロールも結果的にできます、うん、分かりました、はい、ライズアップの全版みたいな感じですかね。あ、そうですね、はい、そうです。でその感じで言うとヨガのもうちょっと動く版。なるほど、はい、ライズアップって、糖質制限をしてトレーナーが専属の人がついて、はい、週に何回かトレーニングして、はい、まあ、素人でもあ、これは痩せるなって感じがするんですけど、はい、痩せるし、まあ、いい体になるだろうなって感じをするんですけど、はい、今のお話を聞いてて、はい、そのいい体になるとか、はい、心の状態がすごく良くなるんだろうなっていう感じがしないんですよ、はい、なのでその辺をライズアップみたいに、はい、私たちはこういうことをやって禅をこういうふうに使うことで理論的にこうなっていくんですよみたいな、もう少し分かりやすく教えてほしいんですけど、はい、ああ、そうですね、はい、多分お客さんとしてはビジョンが見えてこないんですよ。ああ、私ここに入会すればこうなるんだみたいのが、はい、私は今のところ全く見えてこないので、はい、それが分かるように教えてほしいなっていう感じです。分かりました、はい、まあ、黙想という座禅といいますか、黙想することで、まあ、ちょっとルワンダの、虐殺の時の例があるんですけども、加害者側と被害者側で和解をするにあたって、まあ、全的な療法が使われて、もう許そう、お互い許そう、許さない許そうっていうのを求めて治療をしてた地域があるんですけども、そこにもう許す許さんはもう置いといて一緒に、まあ、草むしりしよう、草むしりではないですけど一緒に作業をまずさせたですね。そしたら和解ができたっていう事例がありまして、でそれを日本でも初対面の人が一緒に黙想をすることで、まあ、どういう雑念があろうが、どういうやりをやる、どういう感じ考えがあろうが一緒にこれをしたっていうことで、あ、まずその場に行きたくなる。すいません、ちょっとよく分かんないですね。そうです、はい、だから一緒に何かをやればいいっていうんであれば禅じゃなくてもいい、はい、草むしりでもさっきの例があった通り、はい、いいと思うんですよ、雑巾がけでも、はい、それがなぜ 禅だといいのかっていうのとか、はい、うん、禅を取り入れることで得られるメリットとは一体何なのか。志願者の抽象的な表現に対し科学的で具体的な効果を知りたい虎の面々。虎も志願者も募集中。詳しくは概要欄から。夢は叶えます。いや、僕出したいんですよ今、すごい出したいんですけど、なんだろうな、多分その説明能力だと、はい、今後逆に営業力に今僕は疑問感じてる状態なんです。そうです、はい、どうやって住宅売ってたんですか。それも、いや、でも泥臭い感じなので多分センスとかなかったです。あ、そうなんですね、はい、もうひたすら動いてって感じだった。なるほどね、はい、なんかその住宅がいかにいいかとか、お買い得かって理論的に説明されるのはあんまり上手じゃなさそうなんですけど、はい、仲良くなって、はい、じゃあ伊藤さんだったらみたいな方向で言ってる感じですかね。それしかなかったです。なるほど、
体験してもらって最後入会っていうのはありなんですけど、はい、体験に来させるのが大変じゃないですか、はい、こういうちょっとよくわからないなって思われてるものは、はい、だそこの部分で僕は一番懸念してるんですよ。わかりました、その点2点ありまして、もう1点目は僕のもうマンパワーでもう最初体で動いて自分のもう、まあ、これはもうあれですけどもキャラ売りで全力でやって、でもう1点目は同時進行でこういう理論が表面的にやっぱり社会でこう全体のうちのこういうところが人にとって分かりやすいからこういう表現をしていこうっていうのは自分で勉強していかないといけないなと思いました。なんか惜しいところまで来てるなと思ってて、学習塾業界の虎、正統後継者、株式会社エーバー代表林直弘34歳、年商70億、日本初、授業をしない塾武田塾の教場数は200校を突破、フランチャイズで全国制覇を成し遂げた虎は何を求める？はい、例えば嫌いな人を思い浮かべてめちゃくちゃ思い浮かべて武道をするとその結果こういうことが起きるんですとか、はい、例えば強く蹴ろうと思うんじゃなくて蹴りを忘れて蹴るとなんと強く蹴れるんですみたいな、そういうのをいくつか言っておなるほどそれ面白そうだなって体験とかだったらいいと思いますよ。だからそういうエピソードいくつか教えてくれればなんかいいかなと思います。なんかないですか？じゃあもう一個は水中で今じゃあ息止めてって言われると普通に止めれるんですけども、はい、水中で止めてって言われるとバーってなっちゃうんですよね。吸いたいって確かになりますね。ああ、なりますか、はい、それが全部つながってるなと思ってまして、息が吸わないと吸わないとっていうことを意識すると逆にその意識が膨れ上がって我慢できなくなるので、それが蹴りと一緒っていうのと、あともう一点だけすみません今ちょっと自分で喋ってて、分かっていい感じいい感じ、具体例が増えてきていい感じですよ。分かりやすい伝わってきた、うん、よ頑張って。あともう一個はちょっとさっき実践でやっていただこうと思ったんですけど、例えば僕が見たこともない蹴りをパッてやったとしたら人間ってわってなるんですよ。それが日常にも起きてて、多分社長さんとかだったら見たくない、のはどういうことになるんですか？いやまあ不謹慎な話、倒産とかになるんですかね、分からないですけど、信じられないような赤字が出た時とか、そういうことです。その時で僕だったらそういうことを見ないようにするんですよ、やっぱ怖いので。おで見ないようにすると結果はもう多分僕の場合は倒産しかないんですね。で蹴りもふって見ないようにすると食らうしかないんですけども、そこに蹴りがあるんだな、は自分は恐怖を蹴りに恐怖を覚えるんだなっていうことを認識した時点で怖いまま見ることはできるんですよ、認識気づくと。そしたら受けるかもう食らうかの選択ができるので、気づいた時点で人は選べるっていうことが伝わるのかな。ちょっと余計ややこしくなります。いや一番今まではプールが良かったかな、水が良かったかな。あ、水どうですか、分かんないですけど。事業を拡大できるかどうか、そのためには禅を知らない人に対しいかに禅を分かりやすく説明できるかが鍵となる。次回最終回、禅の言語化に苦戦し焦る志願者はどう勝負に出るのか。番組が面白かった方は高評価ボタンを。志願者に対する評価じゃないですよ。チャンネル登録もよろしくね。重みがないというか説得力がないというか、失礼な言い方ですけどなんか上っ面の言葉しかないような